私の名前はトモカ。昨年、翔太という男性と結婚しました。翔太とは仲良く過ごしていましたし、仕事も順調です。そんな平凡な生活を平和に過ごしていくはずだったのですが、とあることがきっかけで、私は辛い思いをすることになったのでした。私は大学を卒業してから、某通信系の会社に入り、楽しく仕事をしていました。本当に、その職場に入れてよかったなと思ったことは、他の同僚たちや上司にも恵まれているからです。大変な時も、みんなで励まし合って乗り越えていきましたし、仕事が好きだと自信を持って言えます。そうやって仕事をこなしていくと、私はみるみる成績を伸ばしました。同期の人たちからも羨ましがられるほどに昇進して、支店の中での中心メンバー的な存在となりました。そんな時にちょうど異業種との交流会があり、そこで翔太と出会ったのです。翔太は建築関係の仕事をしていて、同じく全国に支店をいくつも持っているような大きな会社の社員でした。彼は私の4歳年上で、彼もまた職場では中核を担うほどの存在となっていたようです。そこで彼から話しかけられたことで交際に発展、そして結婚に至ることに。翔太は仕事への熱意もありますが、私への愛情も熱いものを感じました。彼と一緒にいれば、絶対に幸せな暮らしをすることができるなんて思ったのです。しかし、それは最初の数ヶ月間だけでした。それから、ちょっとした出来事がきっかけで、私は信じられないようなひどい思いをすることになったのです。私と翔太は、とあるマンションの一室を借りて住んでいたのですが、突然家に電話がかかってきたのです。それは警察からでした。翔太という男性は、あなたの夫であることは間違いないでしょうか。急にそんな電話がかかってきて戸惑う私。まずは正直にそうであることを続けると、どうやら交通事故に巻き込まれてしまい、病院に搬送されたということでした。私はそれを聞いて顔が真っ青になり、翔太が治療を受けている病院に駆けつけたのです。幸い翔太は命に別状はなく、少しの間入院したら、あとはリハビリを重ねて、元の体には戻るとのことでした。足や腰にダメージがあるということで、行動の制限はしばらく我慢しないといけませんが、数週間の入院で治療と回復に専念すれば、それからは軽い仕事にだって復帰できるということだったのです。私はそれを聞いて、まずはほっとしました。でも、翔太は私に対して申し訳ない気持ちでいっぱいでした。数週間は仕事を強制的に休まないといけないし、退院をしても今までのような仕事はできません。彼は建築関係で現場を任されていた人です。でも、こんな体では、しばらくの間は現場で働くなんて無理に決まっています。会社側だって無理をさせるわけもなく、実際に翔太が退院しても、彼の仕事は事務員に近いことしかさせてもらいませんでした。体が十分に動かせないのですから仕方ありません。逆にそんな状態でも続けさせてもらっていることに感謝するべきでしょう。でも翔太の両親、私にとっての義両親はそんな翔太のことをかなり心配していました。私が気になったのは両親が翔太にかけた言葉です。翔太、そんな体で仕事も減らされて給料は大丈夫なの？それを聞いて私は軽く引いてしまいました。親ならここは命が助かって喜ぶべきなんじゃないかと思いました。給料のことなんてそんなの二の次でしょう。というのが私の率直な感想だったのです。現場に出れずに事務員レベルの仕事では
給料は減らされてしまっても仕方ありません。実質半分くらいになってしまいました。義両親は私に対し、ごめんなさいね。まさか翔太がこんなことになるなんて。お金の援助をしたい気持ちはあるけど、私たちもそんなに蓄えはないの。と、なんとなく申し訳なさがあるのか、どうかって感じで頭を下げてきました。あまり気持ちがこもっているとは思いませんでしたが、言ってもらうだけいいかなと思いました。でも実際私は、いい職場と努力の甲斐あって、今ではそれなりの給料をいただいています。翔太が現場仕事に完全復帰できるまでは、1年ほどは見た方がいいと病院側に言われましたが、そのくらいなら、私の給料で問題なく生活はできます。義両親が心配をしなくてもいいように、私はそれを正直に伝えました。しかし、それが私を地獄に落とすことになるとは、この時は知る由もなかったのです。それからというもの、なぜか義両親が私に電話をかけてくるようになったのです。とある仕事帰りの日にも、ともかさん、ダメ元で聞きますけど、お米なんて余ってます？ちょっと切らしちゃって、でも今日は疲れちゃって、もう買いに行けないのよ。そんなことを義母が言ってきました。もちろん、家に帰ればお米は余っていますが、でもどうせなら、新しいものを買っていけばいいと思った私は、もしいいなら、これから一袋買ってお届けしましょうか。そう言うと、義母はとても喜んでいました。帰りにスーパーには寄りますし、義実家も遠回りにはなりますが、そこまで遠いわけでもありません。このくらいのことはご愛嬌というくらいに、お米を買って義実家に届けました。あら、ありがとう。助かったわ。もしまた何かあったら頼むかも。お米を渡した時に義母にそう言われて、そのまま扉を閉められてしまったのですが、私としてはちょっと納得いかなかったのは否めません。せこいことを言いたくはないのですが、お米代をいただけると思ったからです。全くそんな素振りもないまま、用が済んだらすぐに家に戻った義母。私は仕方なく、ほんの数千円だと思い忘れることにしたのですが、でも義両親はこの後さらにエスカレートして私のお金を利用してきたのです。とある仕事終わりで帰宅している途中にまた義母から電話がかかってきました。ともかさん、覚えていると思うけど、来週私の夫が誕生日なの。どうやら新しいゴルフクラブセットが欲しいって言ってるんだけど。そんなことを言ってくる義母。義父の誕生日はおめでたいとは思いますが、ゴルフクラブのセットなんて数十万円ほどはしてしまいます。そこまでの金額を誕生日に出す？と考えてしまう私。でも夫の父の誕生日だし、多少の大盤振る舞いも悪くないと開き直ることにしました。買えない額でもないし、義父の誕生日にはそれをプレゼントしたのです。やっぱり納得は難しかったですが、無理やり自分にいいことをしたんだって言い聞かせました。義両親は喜んではくれたのですが、翔太には、ともかさんのご好意でいただいてしまったわ。翔太はいい奥さんを捕まえたわね。なんて言っているようです。私からしたら、義母の方から催促してきたんでしょう。と言いたくなるところでしたが、変に争い事も起こしたくはありません。だからそのまま流していたのですが、でも今度は義父が、私の妻が誕生日でね、ダイヤモンドのネックレスが欲しいらしいのだよ、と言い出しました。ちょっと待ってよって思いましたよ。正直に、ダイヤモンドなんて当然高いものなのに、そんな簡単に言わないでほしいです。でも義父にはプレゼントをしたのに、義母にはしないなんてことはできません。それこそ後でいろいろと文句を言われてしまいそうですし、ですから仕方なくほどほどのものを買ってプレゼントすることにしました。すると義母も喜んでくれたのはいいのですが、ちょっと気になる一言を言ってきたのです。
ともかさんは本当、こんな高価なものを簡単に買ってくれるのね。相当お稼ぎしていると思っているわよ。翔太がこんな状態なのに、生活に全く困っていないようですし、頼りにしているからね。そう隣にいるギフト、ニヤニヤしながら言ってきました。なんでそこまで考えてしまうのか、私には理解できません。実際に、義両親へのプレゼントは、買えないものでもないですが、ちょっと無理はしていることは事実です。こんなことは、頻繁にできるものではありませんから。ただ今回に限っては、お祝いの意味もあって開き直ることにしました。もうこんなおねだりみたいなことはしてこないだろうって思いもありましたし。でも、そんな私の考えはまだ甘かったのです。ある日、義両親に食事に誘われたことがありました。でもタイミング的に、私はたまたまお休みでしたけど、翔太は仕事の日だったので、また、日をずらしてと提案したのですが、義両親は、だからその日がいいのよ。ともかさんともゆっくり話がしたいし、なんて言ってきたのです。私はもしかしたら、プレゼントのお礼の代わりでもしてくれるのかな、なんて淡い期待を持っていました。義両親が選んだお店も、そこそこ値の張る高級レストランでしたから。ですので、翔太にはちょっと悪いかなと思いながらも、その誘いに乗ったのです。レストランに着くと、どうやら義両親が予約を入れていたようで、しかもコースまで頼んでいたようでした。どう見ても、高級食材を使った料理が何品も出てきて、義両親はそれを美味しそうに食べるばかり。ゆっくり話がしたいなんて言うから、何かあるのかと思っていましたが、特に普段と変わらないようなおしゃべりしかしていません。私としては、たまにはこういう美味しいものを食べるのも悪くはないかと思いながら、それなりに楽しんでいたつもりでした。でも、まさかお会計の時にこんなことになるなんて。いっぱい食べたし、じゃあそろそろ行こうか。そう義父が言ったので私は財布を出して、礼儀だと思い、自分の分は自分で払うという意思を出しました。しかし、義父は私にこう言ってきたのです。いやー、ともかさんごちそうさま。お会計よろしくね。と、それが当たり前であるかのように言いました。私はさすがに、ちょっと待って、と言いたかったのですが、お会計しているところにいるのは失礼だし、私たちは先に外に出て待っていましょ。という義母の言葉で、二人はさっさと出て行ってしまったのです。残された私は、三人分のお会計を出すしかありません。予想通りの高額でした。これはちょっと義両親には言っておかないとと、思いお店を出た私ですが、その前に義両親の方から、さすがともかさんだ。君からしたらここの食事代なんか小銭みたいなものだよね。美味しかったわね。またよろしくね。そう言って、スタスタと自分の家に帰ってしまったのです。あっけに取られた私。でもここまでされてしまったら、私も考えなければいけません。今日だって翔太のいない日を狙ったのは、自分たちが怒られることを翔太には言わないようにって考えがあったのでしょう。息子の前では、せこい親では痛くないのでしょうか。でも、私にはおねだりをする。もうそういうふうに見ているってことでしょう。ただ私としては、もう我慢の限界が近づいてきているのは確かです。もう翔太に話をしてしまおうとも考えました。でもそれで翔太が気を悪くしてしまうのも私としては気が進みません。だから私は決心したのです。今後そういうことがあってもお断りをしようと。私がしっかりすればいいだけの問題だと。だから今までの件に関して翔太に言うこともやめたのです。しかし、その私の考えを、もろともしないような、とんでもないことを義両親はしてきたのでした。しばらくは、義両親から何もおねだりされなくなった時でした。さすがに義両親も、
私に悪いことをしていると思い始めたのかなと思い始める私。ただそこに久しぶりに義母からの電話がかかってきました。友果さん、ちょっとお茶しましょうよ。ここに来てくださる？そう言われて住所を聞いて向かうことにしました。てっきりその辺の喫茶店かなって思い歩いていたのですが、行ってみるとお店らしきものはありません。どちらかというとそこは高級住宅街でした。義母に電話で聞くと、なんとその高級住宅のうちの一軒から義両親が出てきたのです。私は驚いて、え、ここって誰の家ですか？お母さんたちの知り合いの家？と聞いたのですが、そこで返ってきた言葉は信じろという方が無理なほどの驚愕の一言だったのです。もうね、私たちこの家を契約したの。今も改めて中を見せてもらってね。嬉しいわ。来週からこんな家に住めるなんて。友果さんのおかげよ。じゃあ来月からローンが始まるからよろしくね、友果さん。私はまさかって思いました。もしかしてこの家のローンって私が払うのですかと、自分の中でもあり得るはずのない質問をしました。そうよ。でも友果さんからしたら別に問題ない値段でしょ。余裕よね。と義母が言えば、義父は、そうだな、たった月々30万円だから、ボーナス払いも入れて20年で返済契約をしたよ、とあっさりと言い放ってきたのです。そんなことを聞いてしまったら義両親には悪いですが、何考えてるの、どんな神経としか思いません。ちょっと、そんなお金払えるわけないじゃないですか。私がそう抵抗しても義両親が、またまた、そんな謙遜しなくても10年ローンでもよかったんじゃないかな、と二人で笑いながら言ってくる始末です。もう本当に限界だって思った瞬間でした。この二人はやっぱりおかしい、これ以上は付き合ってはいけないって強く感じました。私はその後すぐに家に帰って翔太に話をすることにしました。仕事から帰ってきた翔太はその私の話を聞いて、そう、そんなことを友果に言っていたのか。てっきり友果の好意だったと思っていてよ。気づかないでいてすまなかった。なんとかしないとだな。そう言ってくれたのです。とにかく私は義両親が勝手に買った高級住宅のローンなんか絶対に払いたくないです。翔太も私の話を聞いてちょっと痛い目に合わせないといけないと思っているようです。そこで私は一つの提案をしました。まずやらなければいけないことは、義両親との接触を完全に避けることです。そのためのことを翔太に相談しました。とりあえず引っ越ししなきゃね。そう言うと彼もそれを受け入れてくれました。幸いだったのは、翔太の今現在の仕事が事務系ということです。ということで、私たちは義両親から逃げ回る計画をスタートさせたのでした。一週間後のこと、義両親たちは私に電話をかけてきたようです。どうやら、一ヶ月目のローンの金額を預かっておくという要件でした。しかし、いくら私に電話をしても、もはやつながることはありません。仕方なく、翔太に電話をしたらしいのですが、もちろん、翔太の電話もつながることはないのです。それはそうですよね。まず最初にやるべきことは、電話番号を変えることですから。そうなると今後は、私の実家に連絡が行きます。ごめんください。友果さんってそちらにいらっしゃいますかしら、なんて上品ぶって話をしてきたようですが、私の両親も、うちにはしばらく来ていませんよ。ちょっとこれから私たち夫婦二人で旅行に行くので、ごめん遊ばせ、と言ってその後は無視していました。両親にも事情を話しておきましたからね。嫁がそんな目に遭っているって言ったら、あの人たちギャフンと言わせに行こうか、って切り気味になりましたけど、それは面倒なことになりそうなのでやめました。
そのうち勝手に痛い目を見るから大丈夫よ、と説得しておきました。ただ、しびれを切らした義両親は、私たちが住んでいた家にも来ました。でもすでに私たちは引っ越した後です。もちろん、大家さんにも仲良くしていた近所の方にも事情を話してから。もし夫婦で私たちのことを聞いてくる人がいても、知らんぷりでお願いします。それから、数週間かけて義両親たちは、私や翔太に関係がありそうな知人、友人にも電話をかけたようですが、もちろん誰も私たちのことを話す人はいません。はあ？最近全く連絡取ってませんからね。の一点張り。ほんとご協力に感謝しているというものです。そうこうしているうちに、義実家には最初のローン返済請求が来ていたようです。仕方なく、なけなしの貯金を払って、その時は何とかなったようですが、しかし、いつまでも貯金で払えるものでもありません。もう仕事もしていませんし、年金だってそんなにもらっていないようですから。しかも、以前住んでいた家は売りに出してしまったようです。ただ古かったので、大した価値もなく、ほぼお金にはならなかったみたいです。焦りに焦った義両親は、ついに私たちの働く会社にまで来たようでした。ねえ、ともかさんは？ともかさんを出して？そう、恐ろしいほどの形相で会社の事務員に迫ったようですが、事務員さんも、ともかさんですか？もうここにはいませんよ。と冷静に答えてくれました。ただ義両親は、嘘でしょ？そんなこと聞いていないわよ。話があるんだから早く呼んできなさい。と、事務員につかみかかったようです。ちょうど現場にいた警備員が間に入って、ことは収まったようですが、それでもしつこく聞いてくる義両親に対し、事務員さんが、ここで暴れるようでしたら、警察を呼びますけど、と一言。それにビビってしまった義両親は、退散するしかありません。翔太のいた建築会社に行った時は、事務員の方が、現場で働く屈強な社員たちを数人呼んだらしく、おい、おばちゃんたちよ、さっきからピーピーうるせんだよ、と二人を囲んで睨みつけていたとのこと。そうです、もちろん私たちはお互いの職場にも話を通していました。こうして義両親たちは私たちを探していましたが、いつまで経っても私たちの元に来ることはできません。二人の貯金は最初の3ヶ月で底をついたようです。そこから何とか支払いを待ってもらいたいと頼み込んでいたらしいですが、それから数ヶ月経っても私たちにつながるヒントは一つも得られなかったでしょう。私たちもかなりいろんな方々に話をしましたからね。もう義両親たちは心身ともに疲労困憊な様子だったのではないでしょうか。ご飯を食べるお金もままならないくらいになったようです。こうして私たちは義両親たちから姿をくらまして1年が経った頃でした。私の両親から連絡が入ったのです。どうやら二人どっかの山のふもとで働かされているらしいわよ。これは後に知った話ですが、ローンが滞納し続けられていることにハウスメーカーさんがスタッフを義両親のもとに行かせたようです。しかもややこわもての威勢のいい男性社員を数人も。いつまで待たせる気ですかね。いい加減にしてもらいます。そう睨みを聞かせて言ったとか。義両親はただ土下座して謝るのみ。もう少し待ってください。息子の嫁が必ず払いますから。ですって。まだ私のお金を頼るつもりだったのですね。でもこわもて社員たちは、何ヶ月同じことを言うのでしょうかね。金がないならうちが雇ってあげますよ。うちの子会社にちょうどいいところがあるんでね。もしそれが嫌と言うなら、今すぐ滞納分の270万円をお願いします。それもできないならどうなるでしょうかね、あなたたちは。そう不敵な意味を浮かべて言ったようでした。1ヶ月程度の滞納ならまだ多めに見るかもしれませんが、さすがに今の時点で9ヶ月ですからね。少々手荒いですが、悪いのは義両親ですから。
義両親はもちろん270万円も払えるわけないです。こわもて社員たちの言う子会社に仕方なく雇われるしかありませんでした。とは言っても、そこは周りにはコンビニやスーパーもないようなところ。そこで会社の寮らしい古いボロアパートに住まわされて、木材運びなどをやらされているとのことでした。一日中力仕事を強いられているようで、毎日のようにこき使われているとか。おい、早く運べよ、日が暮れるだろうが。体力自慢の屈強な男たちにそんな怒声を毎日のように浴びながら、老体に鞭を打つ日々を送っているようです。せっかくの高級住宅ですが、ほとんど堪能できないままというところでしょうか。まあ仕方ないですよね。自分たちで買えないのに契約なんてしちゃうのですから。あの住宅のローンを返すまでに義両親は何年そんな働きをしないといけないのかと考えると、私も身が震えちゃいますね。そんな私たちですが、どうやって義両親から逃げていたのかを話しましょう。答えは単純です。私たちは二人で転勤しただけです。お互いの会社には全国に支店がありますから、事情を話して転勤要請を出したのです。私の会社は本当に理解者が多いので、そういうことならとすぐに話を進めてくれました。だから決して仕事を辞めたわけではないので、給料はちゃんともらっていたのです。翔太の会社も同じです。もし翔太が現場でバリバリ働くようであったら、転勤は難しかったでしょう。担当している現場を離れるわけにはいかないような、いわば責任者になっているはずなので。でも事務員としての仕事なら、どこの支社もやることは一緒なようです。だから私たちの要請を受けてくれていました。こうして私は義両親から逃げ切ることができました。夫の翔太には理解していただいて感謝しています。翔太自身も体を回復することができて、再び現場復帰できるようになりました。よって再び会社側も今までの場所に戻ることを受け入れてくれて、今ではお互いに楽しく過ごしています。私の名前は明美。現在夫のカズマと義母と一緒に暮らしています。義母はだんだんと体が弱っていき、そろそろ施設に預けた方が義母にとっても私やカズマにとってもいい選択じゃないかと思っていました。それでも私は仕事を辞めて専業主婦となり、義母が寂しくないようにと家にいて義母といつも楽しく会話をしていました。しかし私も介護のスペシャリストというわけでもないので、一人でできることにも限界がありました。そんな時に夫のカズマの兄のユウトさんとその妻京子さんがやってきました。こんにちは。お母さん元気？明美さんが一人で世話をしてるって言ってたけど、絶対にろくなことになってないと思って来たのよね。お姉さんは私とお母さんの顔を見るなり、そんな嫌味を言ってきました。私は初対面の時からお姉さんのことが苦手でした。実は私は父を早い頃に亡くしてしまい、家にお金がなく早く働かなければいけなくなったので、中学を卒業してすぐに働き出したのです。そんな私のことを学歴だけで人を判断するお姉さんは、最底辺の人間と言って馬鹿にしてくるのです。実はお母さんも大学に行ったことがないので、お姉さんのその態度をいつもいさめようとしてくれるのですが、お姉さんはそれを気にしません。それどころかお母さんは昔の人だから大学に行っていないのも仕方ないと、よくわからないフォローをしていました。お姉さんにとって今の時代の若い女性が大学を出ていないのは
本人に能力がないからだと 100% 決めつけているのです。お金のことなどまるで分かっていないみたいでした。そんな義士にこの夫ありというところでしょうか。義士も義士ならその夫も夫で、カズマの兄の優斗さんも私のことを中卒と馬鹿にしてくるのです。しかも腹が立つことに、そんな中卒の私と結婚したカズマのことも、中卒としか結婚できない男と言って馬鹿にしてくるのです。私のことを馬鹿にするのは我慢できますが、夫のことを私のせいで馬鹿にされるのは本当に腹が立ちました。なのであまり関わりたくないとカズマに話をしてからは、夫の兄の優斗さんと義士の京子さんとは会っていなかったし、連絡も取っていませんでした。しかしさすがにお母さんのことを施設に入れようか考えているということは、家族として話さないといけないだろうと、カズマが兄夫婦に連絡を入れました。だからといってアポなし訪問をしてくるなんて、常識もこの人たちは知らないのでしょうか。あのね、京子さん言うと、あなたたちこっちに来るってカズマか明美さんには言ったの？さすがに何も言わずにいきなり来るなんて失礼よ。お母さんも二人に苦言を呈しましたが、二人はそんな言葉は意に介していないようです。優斗さんはお母さんの後ろに回るとご機嫌を取ろうと肩を揉み始めました。なあ母さん、施設に入れられそうになってるんだって？これだから中卒の底辺とそんな奴と結婚した出来損ないの弟に母さんのことを任せるのは嫌だったんだ。俺たちは母さんの味方だし、なんて言ったって長男なんだから、俺たちに母さんの面倒を見させてくれよ。と言いながら私の方を見てニヤニヤとしてきました。私のことと私の夫のことを馬鹿にするのもいい加減にしてほしいものです。私は確かに中卒ですが、人の気分を害するようなことをわざと言ったり、人のことを一方的に馬鹿にするような育て方をされた覚えはありません。むしろそのような言動をしているお兄さんとお姉さんの方が底が知れるというものです。私は決してお姉さんとお兄さんの前で自分を卑下したりしませんでした。二人の前でおとなしくしているということは私だけではなく、私の夫のカズマが馬鹿にされていることを受け入れることになるのです。撤回してください。確かに私は中卒ですけど、だからってそうやって馬鹿にしていいわけではありません。ましてやカズマのことを出来損ないというのはやめてください。しかし私の言葉をお兄さんとお姉さんは鼻で笑いました。中卒って自分の程度の低さも理解できないのかしら。中卒ってだけで私たちみたいな大卒の人間からしたらありえないことなのよ。勉強もまともにできないおバカちゃんは黙ってましょうね。まるで子供に言い聞かせるかのようにバカにされたような言い方をされて、腹の底で怒りが湧き上がりましたが、お母さんの前なので怒るのはやめました。お母さんも長男夫婦と次男の嫁の喧嘩など見たくないでしょう。お母さん、考えておいてくださいね。私たちの方がお母さんのことを大切に思っていますから。こんな中卒底辺といるよりも私たちと一緒にいた方がお母さんも絶対安心できるはずですから。そう言ってお姉さんとお兄さんは去っていきました。これで終わりかと思ったらそうではありませんでした。二人は毎日毎日家にやってきたと思ったら、お母さんに自分たちといる方が絶対にいいと言い出すのです。私もお母さんもうんざりしていましたし、このことはすぐにカズマに相談しました。そのためお母さんを施設に入れるという話が早まったのです。
しかしその話にもお兄さんが口を出してきます。施設に入れるとしても自分たちはお金を出さない。しかしお母さんのことを預ける施設はお兄さんが指定した施設じゃないと許さないと言い始めたのです。今までお母さんの世話もしたことがないゆえに顔もほとんど見せていなかったのに何を言っているのか呆れました。私もカズマもお兄さんが指定してきた施設について調べました。お兄さんのことなので少し不安要素がありそうな施設を選んでくるかもしれないと思いましたが、どうやら施設の評判はとてもいいみたいです。お兄さんが選んだにしてはとても良さそうな施設だったので、私もカズマもお母さんもこれ以上お兄さんが騒がないならとお母さんにはその施設に行ってもらうことにしました。しかしそれもすべてお兄さんの作戦だったのです。私とカズマはなかなかお母さんに会わせてもらえませんでした。私たちがお母さんに面会に行った時も、寝ているから、今は機嫌が良くないからと追い返されることが何度かありました。だからといって施設の職員に追い出されるなんてと私とカズマは困惑しました。お母さんにもスマホで連絡を取りましたが、機嫌が悪いから面接を断れと言ったことは一度もないと言います。これは何かおかしいと思っているとお母さんから、きっと犯人は優斗よと連絡が来ました。私たちの面会はなぜか職員が断るのに、お兄さんとお姉さんの面会は一度も断られたことがないのです。しかもお兄さんたちは私たちのことを、施設に母さんのことを預けた途端解放されたって会いに来ない薄情者だよ、二人とも母さんの遺産を当てにしてて遊び回ってるんだと言い出したみたいです。お母さんは私とカズマの性格をよく知っていたので、そんなことがあるわけないと信じてくれたみたいで嬉しかったです。お母さんがお兄さんに探りを入れてみたところ、どうやら施設の職員の中にお兄さんの大学時代の後輩がいるらしく、お兄さんの言うことなら何でも聞くと言い出したのです。私たちのことを追い返しているのもお兄さんの後輩なのでしょう。だからお兄さんはこの施設にお母さんのことを預けるように言ったのです。私たちは施設に相談してその職員のことを咎めてもらいました。それからはお母さんにも面会できるようになりましたが、お兄さんのことを刺激しないように施設の人たちやお母さんには、私たちの面会は断っているということにしてもらいました。お姉さんはちょくちょく私に連絡をよこしてきて、あなたたちにはお母さんの遺産は1円も入らないからというようになりました。いきなりお母さんのことを心配し始めたのも、私たちの面会を拒絶しようとしたのも、きっと遺産が目当てなのでしょう。お母さんの夫カズマの父親は多くの不動産を持ち、多くの遺産を持っていました。そしてカズマの父が亡くなった時、その遺産のほとんどをお母さんが受け取ったのです。お母さんも資産運用がとてもうまく、現在の資産は3億だと教えてもらったことがあります。お姉さんとお兄さんは金額は知らないものの、多くの遺産が手に入ると思って今さらお母さんに近づいたのでしょう。遺産をもらう算段をしているということは、お母さんが亡くなることを望んでいるということなので、とても気分が悪いです。そして施設で暮らし始めてから1年経った頃、お母さんが亡くなってしまいました。突然のことだったので私もカズマも悲しんだのですが、その後とんでもないことが起こりました。なんと喪主であるお兄さんが葬儀についての連絡を一切こちらによこしてこなかったのです。それどころか最後のお別れも満足にさせてもらえず、私たちはお母さんの顔を一目見ただけで
部屋から追い出されてしまったのです。葬儀の準備は俺に任せろ。と言われたきり、カズマがどうなっているのかと聞いても何も連絡を返してくれません。私もお兄さんにどうなっているのかと連絡をしたのですが、お兄さんは、他人には関係ないだろう、と言って葬儀にも呼んでくれませんでした。お母さんの葬儀が終わったという話を私たちは後から親戚の方に聞かされたのです。葬儀の途中に私たちに連絡しようとしたら、お兄さんにスマホを取られて怒鳴られたと言っていました。親戚の方々もお兄さんのことをおかしいと思っていたみたいで、私たちが非常識な人間だと思う方は少数だったというのが唯一の救いでした。その後もお姉さんとお兄さんは私たちをお母さんに関わらせようとせずに、お線香をあげに行きたいと言っても、お前らは他人なんだからお母さんがいなくても悲しくないだろ、と言って二人が住んでいる場所を教えようとしてくれませんでした。それどころか私たちのことを他人と言い出して、他人に住所を教えるわけがないとまで言ってきたのです。私もカズマも唖然としました。私たちはお母さんに手を合わせることもできないのです。悲しみながらもお兄さんとお姉さんの思い通りにはならないと分かっていたので、私たち二人は特に二人に何かをすることもありませんでした。私たちはお母さんのためにバリアフリーにした一軒家を売り払い、二人で暮らすためにマンションの部屋を借りて引っ越しました。もちろん他人扱いをしてきたお兄さん夫婦には引っ越したことも言いませんでした。そして私たちが引っ越してから一ヶ月が経った頃、お姉さんが私に電話をしてきました。あんたたち引っ越したって本当なの？家に行ったら別の人間が住んでたんだけど、前に暮らしていた人は引っ越したって言われたし、一体どこに引っ越したって言うのよ。きっとカズマにも連絡したでしょうが、カズマは仕事中だったため電話に出なかったのでしょう。かといって私もお姉さんの電話に長い間付き合うつもりもありませんが、どこに引っ越したって教えると思いますか？あなたたちは他人なので個人情報は教えたくないんですよね。私はお兄さんたちに言われたことをそのまま返しました。お姉さんも自分たちが私たちのことを他人と言って、お母さんにもまともに合わせなかった罪悪感からか少しの間黙りました。しかしすぐにお姉さんはいつもの調子を取り戻して、中卒の人間に住所を教えたらろくなことにならないと思ったのよ。ほら、中卒底辺ってことはお金を持っていないってことだし、私たちにたかりに来ると思ったの。何をどう考えたらそんな偏見の塊のようなことを考えるのでしょうか。私は専業主婦をさせてもらっていて、今はカズマが私のことを養ってくれています。カズマは大手の企業に勤めていますし、今は生活費を出した上で貯金もしています。将来生まれる子供のためにもお金を貯めているのです。お兄さんとお姉さんは共働きの夫婦だと聞いたことがありますが、二人とも特別給料が良さそうな仕事にはついていないイメージでした。何よりもお母さんを施設に入れる前は毎日のように家にやってきては、私たちよりも自分たちの方がいいと言いまくっていたのですから、よほど暇な仕事なんだろうと思っていたのです。むしろ仕事なんてないんじゃないかとさえ思いました。そうでなければ毎日人のことをバカにするためだけに家に来たりしないでしょう。そんなことしませんよ。私たちは今の暮らしに満足してますから。私たちは満足してないのよ。ねえ、いつになったらお母さんの遺産が私たちに振り込まれるの？はい、お母さんの遺産？
そうよ。施設に入ってからは私たちしかお母さんの面倒を見ていなかったのよ。あなたたちみたいな薄情な弟夫婦じゃなくて、かいがいしく世話をした兄夫婦に遺産を残したはずでしょ。なのに一切連絡がないの。お姉さんたちは私たちがお母さんに会っていたことを知らないのでしょう。私たちのことを追い返していた職員がお兄さんの後輩で、無理やり私たちのことを追い返していたことがバレて仕事を失ったことも知らないのでしょう。きっと仕事を失った後輩さんはお兄さんのことを恨んでいると思うのですが、まだ仕事を辞めたことは伝えていないみたいです。お母さんもお兄さんとお姉さんがお金目当てで近づいてきたと知っていたので、二人には遺産は渡さないと言っていました。遺産なんてありませんよ。あなたたちには渡さないってお母さんが言ってましたから。というか、覚えていないんですか？お兄さん、まだお父さんが生きていた頃に家を勘当されて縁を切られたじゃないですか。え？実は、お父さんがまだ生きていた頃、お兄さんには京子さん以外の他の婚約者がいました。しかし、結婚間近の時に京子さんに出会い、浮気をして、結婚式当日に新婦を差し置いて、ウェディングドレスを着てやってきた京子さんと駆け落ちをしたのです。当然、結婚式代もすべて優斗さんが支払うことになり、二人には浮気の慰謝料が請求されました。そんなことがあり、優斗さんはお父さんに縁を切られたのです。その時に、一馬やお母さんとも他人になったのですが、お父さんが亡くなった後は当たり前のように実家に顔を出してきたので、お母さんも追い出すことができなかったみたいです。いやいや、縁を切ったのはお父さんだけで。お母さんも一馬も縁を切ってますよ。いい加減にお母さんのことを返してくれませんか。他人の家の仏壇にいたくないでしょうから。他人なんて。あなたたちが先に他人だと言ったんでしょう。親戚の方々にもいろいろと言われたんじゃないですか。遺産のこともあなたたちが非常識だということも。思い当たることがあったのか、京子さんは黙ってしまいました。しかし、黙ってしまった京子さんの代わりに、今度は優斗さんが電話を代わりました。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。俺は長男だぞ。父さんの時は遺産をもらえなかったが、母さんは優しいから遺産をくれるはずだ。遺産相続ならもう終わりましたし、あなたたちには1円もありませんでしたよ。あ？私はさっさと電話を切りました。これ以上話したところで遺産をもらえるものだと思っている彼らは私の言葉を信じないでしょう。弁護士でも何でもいいから相談した結果、自分たちに遺産はないのだと理解してくれるといいのですが。さらにその1ヶ月後、泣きそうな声の京子さんから電話がかかってきました。お願い、明美さん、私たちを助けてほしいの。私も優斗もお母さんの遺産を当てにしてて仕事を辞めて。私たちには関係ありませんね。私とカズマにとって二人は赤の他人なので。葬儀に呼ばなかったこともごめんなさい。あなたたちに住所を教えなかったこともごめんなさい。でも私たちお母さんが亡くなったらお金が手に入ると思っていろんなところから借金をして遊んでたの。要するに調子に乗って手に入るはずのないお金を想像して湯水のようにお金を使ったのでしょう。人のことを中卒だとバカにする前に自分たちのバカな行動を振り返ったらいいと思うのですが。それがどうしたんですか。私たちは他人なので関係ありませんよね。自分たちがした借金なんだから、自分たちでどうにかしてください。親戚に教えてもらったのよ。あなたたちがお母さんの3億の遺産をもらったって。私たちは3億の遺産を相続しましたが、きっとお母さんが2
人に遺産が入るようにしていたとしても、それはとても少ない金額だったでしょう。まあ、それでも借金で火の車状態の長男夫婦にとっては喉から手が出るほど欲しいものでしょう。私もカズマもあげるつもりは一切ありませんが、もともとお母さんが亡くなる前にお母さんに、あの二人が困っていたとしても手を差し伸べちゃダメよ。感謝なんて一瞬で忘れる二人なんだから。と言われていたのです。私はお母さんの遺言を守って二人に手を差し伸べることはやめました。仕事を辞めたのであれば、また働けばいいでしょう。そんな。では、失礼します。スマホも買い替えるので、これが最後の連絡になりますね。私はそう言って電話を切りました。お姉さんとお兄さんのその後は風の噂で聞いたのですが、どうやらお母さんがいた施設に勤めていて、お兄さんのせいで失職した人が、復讐のためにお兄さんに怪我をさせたみたいです。そのせいでお兄さんの分までお姉さんが働かないといけなくなり、怖い人たちに紹介された仕事を朝から夜までやっているんだとか。お兄さんも怪我をしているにもかかわらず、無理やり働かされて体を壊してしまったんだとか。全部風の噂なのでどこまで本当かわかりませんが、まともな暮らしはできていないでしょう。私たちはというと、今は私のお腹の中に新しい命が宿り、カズマも育休を取ってくれるというので、安心して子育てに奮闘したいと思います。